はい、こんにちは。ということで今日はブリヂストンさんのクロスバイク F24 2020年モデルとなっております。ちょっとこれ聞いていただきたいんですけども、先日ちょっと娘とテレビを見ていたら、ベトナムの方がその現地の料理っていうのをいろいろ紹介してたんですよね。それ僕はぼーっと見てたんですけども、娘がなんかこう話しかけてきて、パパ知ってた？どうしたの？って聞いたら、フォーは韓国の料理らしいよって言うんですよ。いやいや違う、フォーはベトナムの料理だよって今紹介されてるじゃんって言ったら、いやいや違う、だってあの人フォーはソウルフードって言ったんだよいやこれすごくないですかだってソウルが韓国の都市だって知ってたんですよ。ということで F24 見ていきます。2019年モデルから20年にはモデルチェンジがなかったので、2年ぶりに新しくなっております。入門者の方がクロスバイクを選ぶときにですね、いろいろ見ていただくと思うんですけれども、その後にパーツ選んだりとかなんとかかんとか結構ややこしかったりするんですが、これはこの自転車さえ選んでいただければ、スタンドもライトもついてます、鍵もついてますということで、一発はそういったところが人気のモデルですね。しかも盗難の保証が3年間も最初からついてたりするんですよ。これは入門者の方にとっても嬉しいですし、入門者じゃない方でも通常使いで駅に停めたりとか学校に停めたりとかですね、マンションの下に停めるとかで盗難の心配される方にとっては一番の売りになると思います。ぜひシルバー F24 楽しんで見ていってください。フレームがアルミになってます。こう下のパイプですね、こうちょっと三角になってるデザインの入ったフレームに、上の方もこうまん丸じゃないですね、ちょっとデザインがかってます。フロントフォークもアルミということになってます。カラーは5種類出ておりまして、グレーにこのブラックとコーラルですね、オレンジというかピンクというかちょっとこう華やかなカラーにグリーンが2色です。爽やかなグリーンとちょっと濃いめのグリーンになってます。僕は一番無難なブラックを仕入れております。前がツヤ消しになってて、後ろにツヤありブラックなんですけれども、こうツートンの感じに仕上がっております。結構おしゃれですよ。で、重量は490のサイズで 11.7kg ということなんで、カタログ表記上でいくと、よそのクロスバイクと比べると 1kg ぐらい重かったりするんですが、それはですね、スタンドとかライト、これ標準装備されているものの 600g ぐらいの重さが乗ってるということなので、その他のクロスバイクを選んでスタンドとライトをつければ、似たようなのがちょっと軽いぐらいに、そういったものもなると思いますから、カタログのインパクトほど重さの違いがあるということではないと思いますね。で、サイズに関しては390から540までの5種類、139センチから190センチの方まで対応できるということになっております。ブリヂストンさんはサドルを一番下まで下げた時に、そのサドルの面から地面までの高さ最低どれぐらいですよというのもちゃんと表記されておりますので、それもここに載せておきます。身長によってはどのサイズがいいかこう微妙な方もいらっしゃると思いますので、参考にされてください。買われる方が何歳なのかによってで、その先身長を伸びることまで考えてサイズは選んでくださいね。そこがポイントです。ではパーツの方を見ていきます。日本一のブランドですよね、ブリヂストンと。しっかりと島野さんのパーツを使ってくれてるというモデルになっております。ここめっちゃ売りの部分なんですけれども、どこのメーカーも若干ごまかしがちなボトムブラケットですね。 BBUN100、 これもシマノさんですし、ギアクランクターニーの3枚のやつが使われてます。シフターはブレーキレバーと一体になってて、アルタスですね。フロントディレイラーターニーリアがアルタス、ギアもシマノさんということになってます。ギアクランクは3枚で48、38、28、クランクの長さが170ですね。サイズによる長さの変更というのはないみたいです。リアは8枚11から32ですね。 3×8 の24段切り替えということになってます。前後 V ブレーキもシマノさんのものが使って
ってあるので、まあ、パーツで見えるところはもう基本的にシマノさんっていうことになってるんですよ。でシフターとブレーキレバーのとこですね、通常一体型になっててもターニーが多いんですけど、しっかりアルタスとか使ってあるところにはこだわりが見えます。リムがアルミになってます。スポークがステンレスですね。前が28本、後ろが32本ですね。で後ろは13番、ちょっと太めのものが使われております。ブリヂストンさんのクロスバイクのタイヤといえばリベルクですよね。まあ、ちょっとしたものが抜かってても跳ね返しますよっていう、こうパンクガードのやつが入っている形ということになってます。 700×32C なのでクロスバイクとしてはちょっと太めということになりますが、まあ、今はこういったのが主流っていうことになってきてます。溝もしっかり入ってるので、まあ、アスファルトとかなんとかどこでも走りやすい全天候型のタイヤということになりますね。ハンドルの幅が540と490の時で560、440、390の時で540ということで、フレームサイズによってハンドルの幅が変わります。ステムもですね、90と60が540、490の時と440、390の時で使い分けられております。グリップがベロさんのロックオンネジ止め式ということになってます。まあ、グリップってどうしても劣化してくるとこうすっぽ抜けとかなんとかですね、まあ、そういったこと起こりやすくなってくるんですが、これはネジ止めなので、まあ、そういったことが起こりにくいということですね。サドルはこうシュッとしたエルゴノミックなサドルということになってます。まあ、街乗りというには結構シュッとしすぎかなと思う部分もありますけれども、まあ、デザインにはマッチしてますよね。最初にちょこっとお話ししましたが F24 にはサイドスタンドとライトですね、バッテリーライト1000という通常ブリヂストンさんで2500円ぐらいの定価で売っているライトっていうのが標準でついております。1000カンデラが単三電池2本で15時間続きますっていうことになっております。まあ、最初からついているライトとしては結構明るい方になりますから嬉しいですよね。あと一つワイヤー錠っていうのがついておりまして、まあ、そのワイヤー錠で施錠した状態で盗難にあった場合は3年間3000円で自転車保証しますっていう盗難の保証がもう最初からついてるんですよ。これは嬉しいポイントと思います。盗難にあった時どういう風な条件があれば盗難の保証受けれるかとかいうのは自転車を買われる時やブリヂストンさんのホームページでしっかりご確認をお願いいたします。 F24 はオプションも充実しております。クロスバイクって、まあ、カゴとか泥除けとかつけるのなかなか難しかったりするんですけれども、これはもうメーカーさんが初めから用意してくれてるのでめっちゃ嬉しいです。フロントキャリアに、まあ、その上に乗せるカゴ、そして泥除けキャリアしっかり用意してありますので、通勤通学で使われて荷物が多い方、ちょっとぐらいの雨ならやっぱり自転車で通わなきゃという方はぜひ選んでつけてみてください。この装備で盗難保証3年ついて価格が52,800円ですね。まあ、税込みでも58,080円ということなんでめちゃくちゃお買い得と思いますね。それでは19年モデルと21年モデルの違いというのを見ていきます。20年モデルはモデルチェンジがありませんでしたからね。19年モデルと21年モデルの違いは2つあります。グリップがロックオンになったということですね。19年モデルは通常のこうスポッテクスを刺すだけだったんですけども、21年モデルはネジで固定ということになっております。そして後ろのリムのところなんですけれども、19年モデルはスポークが28本でした。21年モデルは32本ということで4本増えております。まあ、丈夫になったということですね。価格は据え置きなので21年モデルいいと思いますよ。以上のように見てきました。ブリヂストンさんクロスバイクシルバー F24 ですね。やはりこれ選んでしまえば通常選ばなければいけないスタンドやライトや鍵がついてて、しかも盗難保証も3年間ついているというポイントは入門者の方にとっては本当ありがたい部分だと思います。通勤通学を自転車でやってみようかなと思っている方は選択肢の中の1台に加えていただきたいと思います。まあ、そしてですね、本当に今こういったスポーツ系のバイク人気もありますし入ってこないという状態が続いておりますので、春から必要と思われている方はなるべく早めにお店に行かれた方がいいと思いますよ。
ー。